皆様おはようございます。台風19号が、九州の方に、鹿児島ですかね、上陸しそうな、えらい、危ないございますので、どうぞお気をつけくださいませ。さて、外的なこともそうですが、仏松祭の七夜ですね、本当にこの豊かになってどうやっていこうかというところですね。それは、本当にもう現代にも通じることでございます。この都のしてですね、都のしてがどのように重要か、そしてそれを実現するため、それにはやはりこの都がございますね。都の文字、これをひっくり返しますと、こう炉になるんですね。この炉のして、炉の教えということがまた重要なんですね。都がしっかりするためには、都を実現しようとするためには、炉のしてが必要なんですね。こんなことが分かってくると、祖佐能さんも本当に雨の道を得て、人の役に立つということがね、その本当の重要なところ、炉のしてとは何か、それにはまず炉のして、これが分からないと、ダメなんですね。そこが、祖佐能さんは本当にあんだけ、大変な思いをして悟られたんですよね。そこに、そんなに大変にね、今では、しないでも大丈夫なんですよ。その歴史を、祖佐能さんのその、苦しみを、ここに分かれば、どうやれば、都と、つか、炉と、都と炉ですね、都はこうなって、こうですね、こうなってますね、力を合わせてやりましょう。しかし、ね、そのもとにはこう、炉ですね、しっかりと自立してこうね、ちゃんとやってるという、それが重要なんですね。精神的な自立もありますし、経済的な自立もございましょうね。とにかくこの物心両面において自立する、そこから初めて、都のしてがこの、実現できた、そういうことでございますね。そういうことを、七夜で、理解することができます。それでは、さて、この、七夜の朗読に参ります前に、この都と炉の原理ですね、都と炉の原理のことを、もう少しちょっとここだけ、ご説明申し上げたいと思います。1番目、この幸せとは何かですね。あんまりこの語呂合わせ的なことはね、あんまり、私言うの好きじゃないんですけど、この押して風にこの語呂合わせ、結局語源に近づくということでございますね。この幸せとは何かですね、この押して文字で死と書きますと、これはなすということですね。なすというこの動詞の死ですね。このなすことを合わせるということが幸せというふうにも考えれますですね。それはどういうことかというと、我が我がとは違うということです。私がということを言っていると、結局うまくいかないんですよね。どうしたらこの幸せになるか、死を合わせれるか、それは2番目、この恵みに感謝をするということですね。炉のしてですね、それが炉のしてなんですね。炉、口に見えますので、ひらがなじゃなくてローマ字で RO と炉と続きましたよね。炉のして、そしてこの恵みを返す、これが都のしてになるんですね。炉というのはこの Y の逆さま、炉は Y の逆さま、このシャワーの形ですね。シャワーの形が四角で固まっている、とは、シャワーの逆さまですね。 Y の形、これは力を合わせるですね。これがこの、四角のこの、打つ方、かせ方、みつ、はにのこのはにの形ですね。四角のあいうえおでいうと、おですね、が固まっていくよということ、これが等の意味なんですね。とと、ろ、このことがよくわかりますね。この、おのころの説明のところにね、分かりやすい、ことがあるんですね。仏松祭18夜や23にございます。ねわばこてというふうに、炉はね、こういうことだとかね、言って、それで、その後一行目の下ですね、ねわばこてね、
人をなる道は人なる道はですね、人になる道は人なる道は党を持ち日との指定を用いるんですね。党を持ち日、その元はロテであると、ね、トトロ、党を持ち日、その元はロテ、おのころの、おのころの4つ、このおのころというこの言葉のこの4つはね、すべて和にあい、つまりあいうえおのおでござんしょ、おのころ、ね、全部口を四角にしますね、固まってるんですね。4つは和にあい、つまり地面のこの固まってるよということですね。4つは和にあい、だから国を治む、技ですね、仕事と、それから、とほこですね、技とこの待てということなんですね。仕事と、それからととほこ、このとのしてと、それから、固まるということですね。とこの待てなんですね。この2つのことであって初めてこの、人なる餅が、成就できる、ね、完成できるということですね。つまり、とを持ち日、人なる餅はとを持ち日、その元はロテであるということですね。で、現代的にね、左の方行きましょうね。現代的に考えますと、この、私たちは、日本人はこのずっとこういうことをやってたんですね。炉の押して、この炉というものは恵みに感謝するということですね。例えば、いただきますとかね、言いますね。言わなくても、感謝しますね。頂戴します。ありがとうございます。よろしくお願いします。これは、すべてこの、恵みに感謝、炉の押してのこのなせる技、これが、いただきますとかね、ありがとうございますとか、よろしくお願いしますとか、これは炉の押してなんでございますね。そして、次に段階に至りますと、この炉の押してになりますね。炉の教えとも言いますがね、炉の押しての方は、これは恵みを返す方ですね。なるほど、こういうことであれば、こうしたらいいでしょうかね、こうしましょうかね。ああしましょうかね、いや私はこういうふうにしたいと思いますので、ここをご助力ね、助力ちょっと助けていただけますでしょうかねとか、これが党を返す党の押し手なんですね。これが党の党と炉の原理なんですね。この炉が欠けちゃいますとね、我がねになっちゃいますんですね。そうするとうまくいかないんですよね。それが蘇佐能さんの、陥った完成、穴ぼこだったんですね。大きなこの心の中のこの穴ぼこに折っちゃった。これは炉の押し手がなかったんですね、蘇佐能さんは。そういうことを、よく、考えていただきつつ、七綾の朗読に参りたいと思います。さて、それでは、残し踏み、佐賀を立つ綾ですね、この七綾を朗読してまいりましょう。残し踏み佐賀を立つ綾、諸上の佐賀を立つ時、佐保公よりつわもの主が各宮に聞きす飛ばせて、増す人が民のお刺身目妻となす蔵姫埋めば、いつくしに兄の国民をこのごとく、佐保公ちたるの増す人や今は添えなり、蔵ぎねが巻かれるときに白人を根の増す人に、蔵子姫身を立山に治む後、母子を捨てて津に西ですね、津に送る、国民母子を犯す罪監査費、これを正さねば富、これを請う富とは、つまり、諏訪物主が、下の方見ていただけますでしょうかね。佐保子と千太郎は、ほとんど、合一的なこの一緒になったような佐保子千太郎で、一つの国、分離するというふうにも後にはなっていきますが、佐保子千太郎ですね。それが、国神としては仕立てる姫と阿智彦様、仕立てる姫は、天照神の、妹君ですね、お姉さんなんですけどね。で、阿智彦さんは思い神さんですね。そしてその増す人に なられたのが、監査師様、そして添えとしてあるのが、
強者主さん、そして、国見さんだったんですね。その国見さんがもともとはこの佐保小地太郎をね、増人として任じられてたんですけども、この体制があったためにこの、祭り事をね怠った、あんまりひどいもんですからね。それで、東京神がここに、来ていただこうと、まあそういうことで天照神がご差配なさいまして、そういうことでこの佐保小地太郎が落ち着いたんですね。そして右の方を見ていただきますかね、佐保小地太郎の、この、国民がこの文国をな、していただいたということは、この根とこの佐保小地太郎はもともと一つの国のようなもんだったんですけども、まあ、時代がね、下っていきますとだんだんとこうね分国していく、人が増えますとね、こう小分けしていくと、まあそういうことでございますね。そういうふうに理解していただきますと分かりやすいと思います。さて、地図の方ですね、ホツマ辞典に出しておきました。このおおよそのこういうふうなこの、線引きをしております。国のこの境というものは江戸時代にももうかなりこの、ね、微妙に変わりますので、まあ、えいやというふうな理解でのこの線引きと、まあ、そういうふうにご理解をいただければよいと思います。さて、三旗より竿鹿に召す監査人国見母こと高間にて、朝廷ですね、天照神のもとですね、高間にて金崎と悪国民言う差し目は誠我が妻よ君去りますの押してあり、君とはつまり、クラギネさんですね、君去りますの押してありまた後ふ何ち何人そ民というにそおたけびて獣に劣る罪人よ、さしめささくるゆかりにてます人となる、みめぐみの君なり母よ、さが見れば君を忘るるももくら、とくらはがとも同じですね、罪の、単位です。ももくら君を忘るるももくらと母もふそくら、犯するも押しての鉢も桃と桃、押しての恥という罪が結構大きいですね。朝廷に対するね、公に対する恥、これが押しての恥ですね。押しての恥も桃と桃、姫ないがしろ磯倉とすへて身もなすとですね、身もむそたびにおいても死罪だというわけですね。すへて身もなそ、あまめくり、みもむそたびよ、徒歩行のり、つまり死罪だということですね。徒歩行のり、ところを去るとさすらふと、まじはり去ると命去る、四つ割りすぎて、ほころびと、つつがに入れて、根の国の白人を召す。高間にて金崎とわく母を捨て妻去るいかん、答え言う己はさらす母よりそ、家捨ていつる姫もまたまた元をとふ、答え言う世々の富ゆえことなせり、母は民のめ進めてそ、君の妻なり御恵み何忘れんと言い流す、甘味結びの。叱りてそ、何時飾りて惑わすや、我よく知れり。友を超え、力を貸して母があげ、祭りさつけて、
ごとなすを母にしたえば姫が産む。拡散ために流しやり、民の目奪い力かす。めくみ忘るるふももくら、さるもももくら、ふむがいそ、つかむのむそとよもそくら。これのがるるや。答えねばつつがに入れて、ウォンカミ、アマゾンカミのことですね。ウォンカミ、もろとはかりてやそきねを根の国神と、いさなきのうふやにおちとおはなれば、祭り絶えずと。祭り絶えずは、みことのり持ちてたみたす、おじとおば、白山神草、いさなぎは祭れと、おとの蔵きねは祭らず持ちが、蔵姫を監査日のこの雨おし日、目合わせすけが兄となし、もちこはやこさんの、兄となしですね、父祭人の祭り継ぐ、白人国民、父は、蔵きねさんですね、父祭人の祭り継ぐ、白人国民この祝い、半ば差を得て、差は、明らかな、つまり、罪がないということを差と言います。半ば差を得てさすらひを氷川にやるを、さすらひは粗砂のですね、さすらひを氷川にやるを増す人の我が富となす。粗砂のはこれ整いてまないなる、神にまふてるその中にたおやめあれば、これをとふ、まかたちこたう、まかたちは、お手伝いさんみたいな、この、下目ですね、まかたちこたふ、赤土がはやすふ姫と、きこしめし、生地を飛ばせて父にこう、赤土宮に突眼とおっしゃるんですね。赤土さんは九州の方の、宇佐の方のこの、大きなこの、豪族ですね、赤土さん、赤土宮に突眼といえど宮なく、祖佐野さんは、特にこの宮もないと、まあ、ふわふわしている状態ですね。赤土宮に突眼といえども、このいえど宮なく、大内の折々宿る御、折々宿るこの根のつぼねですね、このもちこさん、はやこさんのところにこの、入り浸っているということですね。おりおり雇る根のおつぼね、えと休めとて、うちみやの、えとはこのもちこさん、はやこさんのことですね。えと休めとて、うちみやの、豊姫めせば、根のおつぼね、下がりなければ、そさのおが、たたえかねてぞ、つるぎもち、ゆくをはやこが押しとどめ、いさおしならば雨がした、花子来たれば頬を隠す。花子さんは、聖光号さんのムカツ姫さんのこの、妹さんですね。花子さん、花子来たれば頬を隠す、見ぬ顔すれどうちに告げ、うちはこの、お姉さんのこの聖光姫さんですね、うちに告げ、ある日高間のみゆき跡、高間はつまり天照神がね、みゆきなさった後に、ある日高間のみゆき跡、もちこをはやこをうちに召す、日にむかつ姫の玉ふは、なんちらえとが、みけひえて、つくしにやれは、つくみおれ、まあ閉門秩序ですね。つくみおれ、高木根は取る。ほひのみことの棚木根さんですね。棚木根は取る。おは父に、目は母につく。みひめ子も共にくたりて親しませ。早子さんの、さんお三方のこの、姫みこさんは、九州の方に、共にこの母と共にくたれということですね。
目は母につく、みひめこも共にくたりて親しませ、必ず待てよ、時ありと、むべ年頃に諭されて、つくし赤土、これを受け、うさの見合いを改めて、もち子、はや子は、あらあつ骨、置けば、怒りて親しせず、うちにつくれば、豊姫に親しまつらし、さすらなす、ふたさすら姫、行き通り、ひかわに怒りなるおろち、世にわたかまり、国みらも、仕えてしむを、奪いはむ、そさの、しわざ、あじきなく、のしろしきまき、あを放ち、みのらずみその、にいなめの、かんみはおれば、とをけがす、これ、とと、これ、たたされて、そさのおんが、ひとり、かふむる、いんはとの、とつればいかる、ぶちこまを、いらかうかちて、なけいるる、はなごおどろき、花子さん、ムカツ姫の妹君ですね。花子驚き、火に破れ、髪に去りますと泣く声に君怒りまし。そさのに何ち汚く、国望む、道なす歌に。雨が下やわしてめくる、ひつきこそ晴れて明るき、民のたらなり。そさのは岩を蹴散らし、なお怒る、君恐れまし、天照神がね、恐れまし、君恐れまし、岩室に入りて閉ざせば、雨がした加賀もあやなし。安川の闇に驚く重い金、松明に馳せ、子に説いて、子は、立川郎さんですね。子にといって、高間にはかり、祈らんや、つわもの主が、まさかきの、関へは二玉、赤い玉ですね、関へは二玉、中杖に、真仏の鏡、下に来て、ぬさですね、に来て、下に来て、家計祈らんと薄めらに、日陰をたすき、ちまきほこ、おけらをにわび、おけらはこの薬草ですね、おけらをにわび、ささゆ花、ささゆ花、ゆりですね。ささゆ花、かんくらの、かんくらのとの、かんかがり、深くはかりて、思いかね、とこよのおとり、とこよのおとりは、国とこたちさんの頃のこの、おとりですね。長崎やわさおき歌ふ、かぐの木、かれてもにほゆ、しおれてもよや、あがつまあわ、あがつまあわや、しおれてもよや、あがつまあわ。もろかみは、つまりこの、古い、常世の時代、国とこたちさんの時代は、こういうふうにこの、五七町よりも古いこの、音調 だったんですね。もろかみは岩戸の前に鹿島取り、これぞ常世の長崎屋。長崎はつまりこのあなたの、長、あなたのこの、先、幸いですね。長崎ですね。長崎屋、君笑み細く伺えば岩戸をなくる、立ちからを見て取り出し立てまつる、つわもの主がしめ縄にな帰りましそ、しかるのち高間にはかり、そさのおの戸川ちくらの見きらかれ、髪抜き一つ爪も抜きまだ届かねば、殺すときむかつ姫よりさおしかに、受け物祈り読み返す、花子のよもさつくなえば、佐賀を明かせよ。
蘇佐の緒がしわざわしむの虫なれど、佐賀のくつつがなからんやわや。ことのりをもろがはかりて、むかつ姫さんがこの徳者をこの、徳者のこのお歌をこの、会議の中にこのみんなにこの、ことのりなさったんですね。ことのりをもろがはかりて、雨もとる重きもしむの半ばへり。半分ぐらいはもう、ね、罪が減ったんであろう、まあそういうことですね。重きもしむの半ばへり、交わり猿とすがさ青、八重灰求むしたたみのさすらやりゃいき。御神白しめされば天照す、人の表も楽しむに、道つけの歌。天照神もほっとなさったんですね。そして道つけの歌を、おっしゃられて、このお歌になったと。あはれあなおもしろ、あな楽しい、あなさやけおけ、さやけおけ。あわれおもしろ、さやけおけ、あな楽しい。あひともに手を打ち伸べて、歌ひまふ。この、あわれあなおもしろというお歌がですね、今にこの那智大社のこの、紀州のね、この南の果てのこの、那智大社のこの、お祭りの、扇祭り、火祭りで有名ですけどね、ここで、このあわれおもしろの歌が、毎年この、創上されておりますですね。あひともに手を打ち伸べて歌ひまふ、ちわやふるとぞ楽しめば、これかんくらに雨照らす御雷。さすらおはみことにみことを受けて根にゆかん。お父様ね、イサナギさんがこの根にゆけばよいだろうとこうおっしゃってたんですね。みことを受けて根にゆかん、姉にまみゆるしばしとて。お姉様のこの仕立てる姫、若姫様にね、一目、お会いしたいとこういうわけですね。姉にまみゆるしばしとて、許せば登る安川べ。安川はつまり、今で言う琵琶湖のこの安川ですね、安郡ですね。安郡、今のあの、森山町でございますね。許せば登る安川べ、踏みとどろきてなり動く。姉はもとよりさすらおがあるるを知れば驚きて。弟のくるはさわあらじくにうばふうらん、かそいろのよさしの国を。お父様のこのかそいろとは、お父様のことですね。イサナギ様が根の国さ歩こう知らすべしだとこういうふうに御事の利をなさっておられましたですね。よさしの国を捨ておけはあえうかがふとあけまきし、もすそうつかねはかまとし、いもりみすまるからまきて、ちのりいものりひじにつけ。つまりこの弓矢をね、のりというのはこのちのりというのは、弓矢ですね。この千本の弓、500本の、弓を背負って、そしてモッソをつかねとかいうのは結局、お姉様のこの、仕立てる姫さん、若姫様がこの、男装をね、袴のようなね、要するに男のようないでたちに、なさってこの、武装して、そして肘につけ湯はずを振りて剣持ち、肩には踏んで蹴散らして、いつもお竹になじり問うという、ことなんですね。これがですね、実にこの、現代にもね、ずっと引き継がれて、神社のお祭りとして、残ってるんですね。いごもり祭りといいましてね、明治の頃までやって、行ってて厳粛な、行事でしてですね、兵庫県の、西宮市のこの広田神社でいごもり祭りというのがございますね。そして広田神社のこの抹社というか、まあ別宮というふうな扱いだったこの西宮神社ですね、今の西宮神社のこの正月のね、恵比寿さん初恵比寿でございますね、
恵比寿祭りね、これがですね、この伊予守祭りがこの終わった後にですね、この門を開けますね、夜中に。それでこの一番乗りを今も一生懸命走って、この誰が一番乗りやるかなんてやってますね。この初恵比寿がですね、この時のこの伊予守祭りからの話なんですね。恵比寿さん恵比寿さんでやってますけども、結局元はここだったんですね。なじり問う、そこで蘇佐能が言うわけですね。蘇佐能曰く、な恐れそ昔根の国行けとあり、姉とまみえて、後ゆかん、はるかに来れば歌川でいつ返しませ、というふうに、蘇佐能がこの、そんな武装なんかやめてくださいませと、言うわけですね。しかし、お姉さんはもうそういうことじゃないだろうとは思ってるんですもんね。姉と枠、佐心は何？佐心と言いますのはこの清い心、佐はね、美しい清い心ですね。潔白な心は何なのか、その答え、根に至る後、高慢というわけですね。根に至る後高慢と、こう蘇佐能は、答えるわけでございます。高慢目ならば汚れ、おは清くこれ近いなり。女の子を産むとこの清くないと、しかし男の子を産むとこれは清いんだとも、このように蘇佐能は主張するわけですね。ちょっと どうですかね、ちょっとおかしいですね。蘇佐能さんのどっかこの心の中のこのボタンの掛け違いですね。この、アマテル神、よりも上を行こうと、私の方が偉いんだ、我がですね、この評価といいますのは、つまりこの他人がすることでございましてね、自分が、主張するのはやっぱりおかしいんですね。さて、昔君まないにありって、ミスマルの玉を注ぎて棚ギネを、棚ギネさんはホヒノミコトのことですね。今ずっとこの、末のご子孫がこの今の、のりこ様をね、お迎えになりましたこの千家さんですね。棚ギネを餅に産ませて、床引きに早子を召せば、その夢に戸塚の剣、夢の中でね、この、見られたんですね。早子さんを見された時にね、その夢に戸塚の剣、俺みきだ坂見に噛んで見たとなる、3つのね、たとなった、そこで、生まれたこのお三方の姫巫女さんにこの他の意味名をつけたということですね。見たり姫産む他の意味名、我汚れなば姫を得て友はじめんと誓い去る、ね、蘇佐能さんちょっとおかしいですね。友はじめんと誓い去る、姫人なりて沖津島、相模江の島、厳島、身からさすらうさすらおが、さすらおの影の雅の過ちね、この心の中のこの宮妃がどうも、誤ってるんですね。心のボタンの中が、心のボタンがどうもかけ違ってる、どうしてこのアマテル神にね、このそんなにこの、持たれてね、我がというのが、それがおかしいところですね。自分でこの一生懸命、仕事をすればいいじゃないというわけですね。私から言いますとね、影の雅の過ちを晴らして後の、晴らして後に帰ります、昔二神残し踏み、雨の巡りの虫はみを見る、まさかにの中こりって、産む蘇佐能は玉見たれ、国の熊なす過ちそう、尾は父に得て歯をいたけ、目は母に得て後を稲よ、浮き橋を得て嫁ぐべし、目は月四方の後三日に、清く朝日をおかみ受け、よき子産むなり、誤りてけがるる時にはらむ子は、必ずあるる前後ろ、満たれて流る我が恥を、後の起きての裏方そ、必ずこれをな忘れそう、これ清い時にこの、こう
はらむと、このとってもいいというわけですね。そうでない場合は、どうも前後ろ、このどっか心のこの違いがあると、まあそういうふうに、お父様、お母様のね、このイサナギさん、イサナミ様はこういうふうにおっしゃってるわけですね。さて、もう一度この、トトロのこの、原理のことを考えておきましょうね。この死合わせとは何かですね。死を合わせるということではないかと、まあ、私は思うわけですね。この、どこがこの、間違いだったか、ね、この、心のどうもこの違いということですね。このボタンの掛け違いということですね。つまり、祖佐能はつまり、我が我がとこう言うわけですね。アマテル神よりもアマテル神よりと我がですね、これが間違ってたんですね。そうじゃなくって、自分のこの、境遇、自分のこの立ち位置ですね、現状認識のこの正確さ、どういうふうにして今、私がいているのかですね、これがつまり現状認識、そしてこれがこの、恵みに感謝ですね。本当にこの、どういう境遇であってもこれは本当にありがたいことではないかとも私は思うわけですね。それを恵みに感謝し、現状が、これは、過去からのこの、ね、この結果であって今あるわけですね。それをやはり、良しも悪しきもこの、全てこの込めてこの現状を認識し、そこに、恵みに感謝をする、これが、炉の指定ですね。炉の指定、そして、現状からじゃあこれを、どういうふうに恵みを返すんだ、これが、炉の指定に対してあって、それをこの炉の指定、この、さらに先をどうするかということですね。その病がこの重要なんですね。この2番目のこの恵みに感謝炉の指定のね、病の必要性と40話にこういうようにございますね。もう、押して時代の裁判記ですね。残るのり伊勢に添えるえぞいたり病あらず、この東北の方にね、大和武さんがこの我が国は東北の方もこの大昔からこの我が国のこの、我が国のこの重要なこのね地域である、まあ、それを、主張、なさって、行かれたんですね。そこでその東北に行ってた蝦夷いたりがね、この5人がもうどうしてもこの雨のこの道を、勉強したいと言ってこの志願して、この朝廷のこの、当時のこの今でいう奈良県ですね、奈良のこの、宮山のあたりのこの都にこの、来たんですね、くっついてきたんですね、大和武さんに。それでこの、伊勢に添えいる蝦夷いたり、病あらず、大和姫、咎め、帝に進めやる。見物に置けば、見物、宮さんのところに置けばですね、見物に置けば、こともなく、木を切り民を妨げる。君、のたまわく、えみしらは人心なく、置き方し、ままに分け置く、はりまあき、あわいをさぬき、さぬきさえさえきべぞというふうにこの、国においてこの地方においてもう随分とこのね、この常識が変わってきているわけですね。この東北の方の常識、これは古い時代、常世の時代からの常識。しかしこの西の方、都の方ですね、伊勢の方であったりとか、この見物、今でいう、奈良の方ですね、こちらの方はもう、もう当時はもう古墳時代になってますからね、時代がもう随分と違うわけですね。勝手に木を切ってこの、やるとも良くないと、まあ、そこは、みんなそれぞれ所有がもう決まってきているということですね。そういうことなので、時代が変わっているんですね。そういうこの現状認識をはっきりとこの、しないと、困っちゃうと、そういうことになるわけですね。この、現状認識、恵みに感謝し、そしてどうやって恵みを返すか、これがトトロなんですね。この、時代によってもうんとこの現状認識が違いますからね。今で言いますとこの、いろんなこの
日本国憲法もございますし、それから法律がいろいろ決まっております。それから行政からのこのいろんなこの細かいこのね政令もございます。そういったことを現状認識をし、その上において、さてそれではどうやっていこうか、これが炉の押し手と殿の押し手、まあそういうことでございますね。時代をよくわからないとこのおかしくなっちゃって、まあそれがこの素佐能さんのことでもあり、そして現在にもこれは言えるということでございます。